歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回の動画は物申す動画に来たコメントに物申すでございます。まあ、もうちょっと言うとね、まあ、これは私の受け取り方がちょっと問題あるのかもしれないんですけれども、私の受け取り方としては物申す動画に物申された感じなんですよ。で、その物申されたものにまた物申すみたいな、ちょっとわけわかんないことになってるんですけど、ちょっと動画にしようかどうしようかなとも思ったんですけど、もう悶々とするものがね、すっきりしないので動画にしようと思いました。もちろんコメントをいただいてるのは、コメントしてくださってるのはすごい嬉しいんですけど、ちょっとですね、いくつか言いたいことがあるので、でまずそのコメントの内容なんですが、66歳ですが平均200ヤード、ヘッドスピード39ぐらいです。マックス234ヤード、ヘッドスピード42ぐらい。トップトレイサーとユピテル基準。しかし周りのゴルファー見ると高齢の方でももっと飛んでるように思います。なので記事はそのような平均的な方が見たくなるような内容にしてるのでしょうね。190ヤードは妥当だと思います。練習場に頻繁に来る人向けの雑誌記事ですね。ちなみにスコアと飛距離は相関関係薄いので、やはり寄せが大事、寄せが最大の関心事でしょうねと。はい、66歳で平均200ヤード。もうね、ヘッドスピード39で200ヤードですから、素晴らしいと思います。はい、でもちろん、ね、年齢が 70超えてる方でも、200ヤード飛ばす人もいるし、250ヤード飛ばす方います。もう そっちを言ったらいくらでもいるんですよ。ただ私のチャンネルっていうのは、そうじゃない方向けなんですよ。まあ簡単に言うと、一般エンジョイゴルファー、まあ、練習ももちろん行くけど、そんな毎日のようには行きませんよと。ラウンドも行くけど、そんなになかなか行きませんよと。でもゴルフをもっと楽しみたいんだと、そういう方向けのチャンネルなんです。だからもう一言で言うと、そうやってもう現在飛びますよとか、スコアいいですよとか、そういう方たちはもうそれでやっていただければいいんですよ。そういう方たち向けに発信してるチャンネルではないんです。もちろん見ていただいて参考にしていただくのは、もう何、もちろんそういう方もいると思います。上手な方でも見てくださっててね、参考にしてくださってる方もいると思うんですけど、私の中のメインのターゲットとなるのは一般中高年エンジョイゴルファー、ね、楽しんでやってる人たちだ。その人たちを見ると、もちろん飛んでる人もいるけど、そうじゃない人の方が実際多いんですよということを、私は動画の中でもお話ししたつもりだったんですけど、まあ、このようなご意見いただいたと。ちなみにですよ、私の方から質問させていただくと、そのマックスの飛距離って何なのって思っちゃうんですよ。もちろん条件が揃った時とかね、体調がいい時だとか、いろいろあるかもしれないんですけど、私はね、そのマックスの飛距離ってね、いらないと思ってるんです。そのマックスの飛距離っていうのが自分の脳内にあることによって力みが生じるんですよ。まあ、もちろんそういうのが起きてないっていうんであれば、それは問題ないんだけど、考え方の一つとして、いや、私のマックスの飛距離はね、例えば250ですよ、60ですよ、70ですよ、例えばプレーしてる最中で、じゃあ、いや、じゃあ A さんならね、当たると250飛ぶからまだ打てないねとか、まずそこから始まっちゃうんです。プレーの進行とか、そういうところの問題にもつながるんですよ、これは。そんなね、パチンコみたいなね、当たる当たんないみたいな話は必要ないんです。でそれは私もずっとこの自分のチャンネルを通して視聴者さんたちにお伝えしてることなんですよ。飛んだら何ヤードですよ、それはゴルフのゲームの中では必要ない。
むしろそれは切り捨ててほしいんです。ドライバー170ヤードだと170ヤードをコンスタントに打ってほしいんです。そうすることによってこの戦略がきちんとした戦略が立てられるようになるから。それと、周りの高齢の方飛んでる人いる、そもちろんそれはそういう人たちもいますね。それはよしと。でこの雑誌記事なんですけど、練習場に頻繁に来る人向けですかねみたいなこと書かれてたんだけど、練習場に頻繁に、まあこれもね一概には言えないですけど、練習場に頻繁に行く人たちはそんなにね雑誌買わないと思います。むしろなかなか練習行けない、なかなかコースに行けないっていう人たちの方が雑誌買ったり YouTube 見たりしてることが多いと私は今までずっとレッスンやってきて、ゴルフに携わってきて、いろんなゴルファーの方見てきてそう思いましたね。やっぱなかなかやれない、いけないっていうところで、それがそっちも楽しみになってるんですよね。その雑誌を読む、 YouTube を見るっていうのもその楽しみになってるんですよ。逆にね、言ってる人たち見ないっすよ。自分のことよく分かってるから。もちろん一概には言えないですよ。見てる人もいるとは思うけど。なので私的にはあの雑誌のあの記事はそういうそれなりに打てるとか上手な人向けというよりかはアベレージゴルファー向け、100前後の人たち向けと思いますよ。まあこれは私の考えなんでね、何とも言えないですけど。はい、そして最後、スコアと飛距離は、相関関係薄いので、やはり寄せが最大の関心事でしょうねっていうのは、これはある程度のレベルの方の話です。飛距離というか、1打目がちゃんと当たる、ちゃんとコースの幅の中に収まるっていうのが、まずプレーのスタートする上で一番大事ですから。もちろん最終的には寄せ決めてパット決めてでスコアが決まるんだけど、それはある程度のレベルの人の話。まず1打目事故らずに、大きな事故を起こさずに、それなりの距離を出せてコースの幅の中に打てる技術がないとゴルフスタートできないじゃないですか。毎回全身読んだってやってたら、まあ120なかなか切れないんじゃないかなっていうのもあるし、なかなか楽しめないですよね。自分のショットを1打2打3打ってつなげていけないんだもん。1打目はい OB、 じゃあ次は前から4打目ですよってなっちゃうんだから。だからまずドライバーなんですよ。アプローチパターですっていうのはもうそれができてる人の話だから。なのでドライバー、多くの方は1打目ドライバーで打つんでね、ドライバーっていうのはそれだけ重要なんです。で、私のチャンネルはそういうゴルファーの方たち向けにいろんな情報を発信してるつもりでやってますので、ああいうモノモース動画を出したわけです、はい、もちろんこのコメントくださった方は、まあね、飛距離もそれなりに出るということはスコアもそれなりだと思うので、まあ、見てくださってコメントくださるのは非常に嬉しいんですけれども、正直イラッとしました私のモノモース動画にモノモースされるのは全然いいんですけど、こうやってネタにもできるからいいんですけど、正直ね、ちょっとイラッとしました。私が言ってることは伝わらないのかと思ってね、まあ、もちろんそれは仕方ないことなんですけど、まあ、そういうことなんです、私のチャンネルっていうのは。まあね、もちろんまたねこういうコメントくださってもいいんですけど、あとね、まあいいやこのぐらいにしとこう。ということで、モノモース動画に来たモノモースコメントにモノモースでございました。よくわかんねえな。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。ハゲにモノモースコメントもう遠慮なくよろしくお願いします。お待ちしております。もうネタが増えますんでね、ほんとどしどしお願いします。ありがとうございました。